ポケモンホームの解禁まだかよって思ってる方かなり多いんじゃないかなと思いますね。おい、ポケモン SB 発売したのは2022年の11月で、カレンダー見ると5月、ゴールデンウィーク明けてるぞ、もうじき6月夏じゃねえかっていうことで、まだかまだかと待ち焦がれている方が多いのかなと思いますね。で、公式枠ポケモンプレゼンツと、あとは公式ホームページで2023年の春にようやく連携できます、お待ちくださいって告知があったかと思います。まあ、ついこの間の話になっておりますので、記憶に新しい方が多いんじゃないかなと思いますね。で、そこからですね、何ヶ月か時間が経ちまして、特にあれから続報はなく、この日を迎えてしまいました、ゴールデンウィーク明け。ただ本日時点でも特にね、公式から告知も続報もございませんと、そのような状況ですね。で、それを踏まえた上で、まあ、今日はですね、ホーム解禁でじゃあ具体的にいつぐらいに解禁になるのかっていうところ話していきましょう。ただあくまでこの話っていうのは個人的な見解が多く含まれますので、参考程度に受け取ってください。非公式情報となってます。では早速内容入っていきましょうか。そしてもしよろしければこのタイミングで高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。では早速内容入っていきたいわけなんですが、結論から申し上げると、ホーム解禁は今のところですね、2023年の6月の末になる可能性が最も高いと言えます。で、なんでこれが言えるかっていうところなんですが、現在ですね、海外の方の解析で内部データ上ですね、残り3匹最強レードバトルで出現する御三家が存在しているということがですね、明らかとなっております。で、もちろんですね、バージョンアップデートが今後入ったら、そのタイミングでまた内部データが変動して、プラスでね、ポケモンが追加される可能性もあるけど、今のところ現状ですね、3匹で終了となってます。なんであくまで暫定の話になってくるんですよね。まあ、逆に言うと最速で6月の末になるんじゃないかなっていう予想でございます。じゃあなんで6月の末やねんって話になってくるんですが、後ほどそこもですね、話していきましょう。で、ちょっと話戻るんですが、現在ですね、最強レードバトル、いわゆる御三家のレードバトルが毎週金曜日に2週連続で開催されておりますね。で、これっていうのはあくまで今後もですね、継続的に行われるものだと思っております。たださっきも言った通り、残り3匹で今のところは終了となっているので、まあ多分一旦これで終わるんじゃないかなっていう予想ですね。はい。で、その後はまあ伝説レードバトルに切り替えていくのか、ポケモン GO みたいな感じになっていくのかっていうところまでは分かりませんが、まあ少なくとも御三家の最強レードはそういったスケジュールで想像してます。まあ想像っていうか、まあ予想してますみたいな感じでしょうか。一方でポケモンホームの連携を解禁させなければデータが存在する、このデータっていうのは内部データのことを指しているんですが、過去作の御三家を入手する手段は今のところですね、最強レードしかない状況なんですよ。で、そういった大人の事情とかもあって、まあ、ポケモンホームの連携っていうのが後ろ倒しになっているんじゃないかと。まあ、もっと言ってしまうと、残り3匹の最強レードバトルが終わらないと、ポケモンホームの解禁っていうのはそもそもの問題としてできないんじゃないかっていう説ですね。で、これに乗っ取ってスケジュール引いたところ、まあ、最速で6月末になるんじゃないかって話ですよ。で、残り3体のスケジュールっていうところで、これあくまでね、まあ、理論的な話になってくるんですけど、1回目はね、2023年の5月の12日から、こちらの金曜日からですね、開始となりまして、で、2回目が19と、で、2匹目が26日開始して、6月2日に2回目が開始と、で、3匹目が6月9日開始で、2回目が16日開始と、で、そういったところを踏まえると、どれだけ早くても6月17日、いや、17日じゃねえか。レイドバトルが終わるのが16、17、18、19か。19かな ?6 月19が、最速でのポケモンホーム解禁日になるんじゃないかと予想してますね。ただもちろん事前告知であったりとか、もろもろのね、準備とかも必要だと思うので、公式さん。そういったところを考えると、現実的にはやっぱ6月の下旬 ?20 日以降になるんじゃないかなと思ってます。なので、これは3体のスケジュールがありますので、まあ、ポケモンホームの解禁日が
まあ、相対的に後ろ倒しになっているんじゃないかということですね。なので、画面に今載ってると思うんですが、6月第4週目、まあ、下旬ですね、まあ、具体的には6月20日以降または7月の1週目にやってくる可能性が高そうではないでしょうか。あくまでこれっていうのは途中でバージョンアップデートで内部データにポケモンが追加されないとか、まあ、そういった諸々の条件であったりとか、あとスケジュールに関しましても今までと全く同様であればっていう話なので、もしかするとこれがねずれる可能性があるかもしれませんが、今のところ理論上はねこういった形で考えられるんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、多分これはねほぼ確定じゃないかなっていうところですね、今のところは。まあ、内部データでさすがに3匹今いるわけだから、それがね何もなしでポケモンホーム即解禁ですって感じにならないと思うから、せっかく多分公式も準備しておりますので、まあ予定通りね残りの3匹もこういったスケジュール感であるんじゃないかなと思います。で、残り3匹の、最強レイドバトルの出現ポケモンに関しては実はね他の動画で語っておりますので、もし気になる方はそちらの動画をご覧くださいとよろしくお願いいたします。で、あとですね、これとは別途、レギュレーション D かな、レギュレーション D って聞いてもランクマやってない方からしてみると何のことみたいな感じかもしれないんですが、そもそも知らねえよ、なんだよそれみたいな、初めて聞いたみたいなね人もいるかもしれませんけど、これっていうのは、ランクマで適用されるルールとなっていて、ランクマには2つの概念があるんですよ。で、1つ目としましてはシーズンっていうものがございまして、で、これっていうのが例えばその 1,2,3,4,5 シーズンみたいな、6シーズンみたいな感じで、まあ月1回ぐらいに切り替わっていくみたいな、で、その度に、得点が付与されたりとか、ランキングが、公開されたりとか。で、ガチ勢の方は、その毎月のそのランクとかを競って、ね、日々、切磋琢磨していると。まあそういった状況なんですよ。で、それに適用されるルールっていうのはまた別途設けられていて、これっていうのがレギュレーションっていうんですよね。で、これっていうのが A、B、C、D みたいな感じで、まあ連なっていくんですが、で、現状ですね、レギュレーション C っていうものが適用されていて、で、このね、レギュレーションっていうのが段階的に上がっていくと、その使えるポケモンが増えたりとか、ルールが変更になったりとかするんですよ。で、今のところレギュレーション C までは、ポケモン SV で出現したポケモンたちですかね。そちらが適用されていると。で、A、B、C という形で、まあ、純伝説級だったりとか、あとその、パラドックスか、が適用されて、まあ、レギュレーション C になったタイミングで、ほぼほぼね、まあ伝説以外は全てね使えるという状況になってるんで、残るはレギュレーション D で、過去作のポケモンですね使えるんじゃないか、おそらく適用されるんじゃないかって説が濃厚になっていて、まあこれはほぼ間違いないかなと思ってます。で、レギュレーション C の適用っていうのが7月1日8時59分までだっけ、確かそうだった記憶があるんですが、もしかするとちょっとずれてるかもしれません。なのでそれを考えると、レギュレーション D の適用っていうのが7月1日の多分午後以降なんですよね。なのでそれに合わせてやっぱポケモンホームの解禁っていうのもあるんじゃないかって思うので、まあ7月1週目ってさっきちょこっと書いたと思うんですが、まあそれではなくてやっぱり第4週目が濃厚じゃないかって思いますね。なので怪しいのがやっぱ6月20日から6月30日の間かな、多分この10日間の間にやってくるんじゃないかと思います。で、告知はね多分ね全ての最強レイドバトルが終わってからじゃないとないんじゃないかなと思ってて、最強レイドバトル中に告知はさすがにないんじゃないか。あくまでこれ個人的な見解だけどね。まあユーザー目線からするとやっぱりなんだろうね。最強レイドバトル中にまあ別に発表してもいいっちゃいいんだけど、まあ式に関わってくるから、まあそれだったらなんか終わってから、その翌日とかにありそうな感じがするから、まあそれを考えてやっぱ6月19告知最速で、ホーム解禁が6月20日からみたいな感じでしょうかね。はい。まあ、ちょっとそこについてはスケジュールがずれる可能性があるかもしれませんが、ただほぼほぼこれはね、現状の、まあ、内部データ解析上では、ほぼ確定じゃないかな。うん。で、これっていうのが、じゃあなんで公式2023年春って言ってたのに、お前これ夏じゃねえかって話になってるのかっていうところなんですが、なんかこれがね、発表あったのが、なんだろう、一応ポケモンプレゼンツの時なんですよね、最後が。で、それっていうのが227、2月27日に発表があったかと思っていて、で、そこからまあ状況がいろいろ変わっていると思うんですよね。
で、まず一つ目の要因としては、まあ、これはね、正直最強レイナの御三家とは直接被らないからあまり関係ないと思うんですが、一応なんか一般的に言われてる説としては、うねる源を鉄のイサハっていうのが、アップデートで追加されました。まさかのね、ハプニングみたいなサプライズみたいな感じで急遽ね、アップデートが行われて追加されると、マジかよみたいな感じだったんだけど、まさかのダウンロードコンテンツじゃなくて、アップデートでしたね。で、これっていうのがまたトラブっていて、かつアップデートのその内容自体もね、いろいろね、不具合があって、まあ、公式ね、謝罪するっていう、とんでもないことになっていたんですが、で、これっていうのが捕まえることができないみたいな、解禁されたのはいいけど、そういった人がね、かなり出ていて、で、再度ですね、ゴールデンウィークのこの期間中に、限定レイドバトルがまた再び行われてるっていうね、そういった状況になっているわけで、なんか様々なトラブルがあって、まあそういったそのアップデート対策であったりとか、あとそのデバッグですかね。まあ諸々の作業とかで、まあ時間取られていて、まあ根本的にそのポケモンホームの解禁にリソースを割くことができなかったみたいな、そういった説かな。まあ確かに結構これ深刻な問題でしたからね。まあそういったところとかが関係してるんじゃないかというところであったりとか、あとそれにもかかわらずピカチュウレイドを途中で入れてしまったりとか、まあ他にはその当初隔週で開催していたと思うんですが、最強レイドバトルって、まあどれぐらいの方が覚えてるか分かんないんだけど、間にね、違うポケモンがね入ってたんですよ。で、隔週開催だったんだけど、途中から2週連続開催になったと思うんですよね。なので、なんかその公式が単純にスケジュールをミスってたみたいな、引きミスってたみたいな感じでしょうか。まあこれはね、公式のみぞ知るみたいな感じなんですが、なんかそんな感じもしますよね。なんか急に巻きになったからさ、なんでやみたいな、多分多くの方が疑問に思ったと思うんですが、なんかいきなり2週連続になったぞみたいな、あれ今まで隔週じゃなかったっけみたいな感じだったと思うんですが、まあちょっとそこについては分かりませんけど、なんかこういったミスっていうのももしかするとあるのかなと思いました。まあ結局なんかいずれにせよ公式のみぞ知るっていう話になっていますが、なんか様々な弊害だったりとかトラブルであったりとか、その諸々の対応に追われて、結果としてこういった形になってしまったというところが考えられるんじゃないかな。多分これってのは一つの要因じゃなくて複数の要因が重なってこうなってしまったんじゃないかなと思ってます。なのでゴールデンウィークも明けたというところなので、近々ですね、まだ具体的なそのいつ実装というところまでは告知されないと思うけど、ごめんなさい、春じゃなくて夏になりますみたいなそういった告知があるかもしれませんね。あとはないしは近々実装しますみたいな、まあちょっとそこについては分かりませんけど、今の状況としましてはそのような形になっております。はい、まあそういったところで今日の動画一旦終わりましょうか。まあそういったところで、まあポケモンホームで結局どうなんだみたいな感じで疑問に思っている方多いと思うので、今日はですね、あくまで個人的な見解予想をですね、お話しさせていただきました。ただ冒頭でも言った通り、個人的な見解となっておりますので、まあ参考程度に受け取っていただけると幸いです。では終わります。最後になりますが、チャンネル登録と高評価、さらに再生リストから気になる動画を見ていただければ幸いです。ではまた。